こんにちは、サラです。今日は結構前々からリクエストいただいていたこのジェルネイルのネイル用品の収納の紹介をしていきたいと思います。私はネイルチップ作成しているんですけど、このワゴンに全部一つまとめて入れています。で、ここにあるのはジェル関係のものだけで、あのマニキュア、普通のポリッシュとかは違うところに収納しています。じゃあまず早速いきます。上の方から、あ、このケースはセリアで買いました。で、この一番上にはセリアジェルがバーって入れてあります。で、セリアジェルってこの立てて置いているんですけど、どれが何色かわからないので、こういうカラーチャートを上に貼って一目見ただけでどこに何があるかわかるようにしています。次がよいしょ、すいません、ちょっと手持ちなのでブレブレなんですけど、ストックとかあります。ジェルコンテナのストックとか、使ってない UV ライトとか、なんかミニ段ボールとか置いています。で、次はこっちはキャンドゥかな、キャンドゥに売っているスカルプ系のものです。まだ試したことないんですけど、いつか試してみようと思って買って置いてあります。で、この中はちょっとこういうパウダーとか、スカルプのパウダーとか、ネイルスタンプとか置いています。あんまり使わないものたちをここに置いています。はい。で、横がこれ100均の入れ物なんですけど、ミラーパウダーとか全部入れています。ます。はい、こんな感じでミラーパウダー系が置いてあります。で、こっちはスクエアの形のチップです。で、こっちがちょっと長めのオーバルタイプのチップが入れてあります。で、この辺はオーダー表とか全部まとめています。で、こっちがミニ段ボールとかで、これはネイルシールとかもうバーって入れてます。こんな感じで、これはネイルスタンプの関連のものとか、これもミニ段ボールですねとか、なんか使っ住所を書くやつとか、もうバラバラです。いろんなものが置いてたり、このパーツの一覧表とか置いてます。次、2段目いきます。2段目はよく使うものなんですけど、こっちに筆とかファイルとかハサミとかいろいろ置いてあります。で、この上がネイルチップ作る時のチップスタンド、これハードジェルです。で、これにチップ置いて写真撮ったりしています。で、奥にトップコートとかマットコートとかベースコートとかがあって、その奥にはちょっと見えづらい、こんな感じで筆置くものとか、台、この色混ぜたりするパレットとか、爪楊枝とかブラシとか爪切りとか置いてます。で、この入れ物はセリアで購入しました。めっちゃ使える。これこっちにジェルがずらっと入っています。色ごとに分かるように、なんかグラデーションになるように一応並べてるつもりなんですけど、当たってるかは分かりません。はい、こんな感じで、奥はネイルレシピさんのジェルです。で、こっちはさっき の上にあったセリアで購入したジェルコンテナに自分でジェル作って入れてます。で、こっちがパーツ類です。こういうパーツとか、こんな感じ。入れ物はセリアさんで購入しました。で、ここネイルマシンが置いてます。で、ここはユニコーンパウダーとかミラーパウダーとかが置いてます。で、これはシリコンモールドのなんか作るやつです。で、こちらラメ系とか金箔とか置いてます。これもキラキラ系です。
これはセリアさんで購入したなんか何個入りかのピルケースかなに全部こんな感じで入れています。ここもこんな感じでなんか数が合わないからこっちちょっとモヤモヤしてるけど、はい。でここはオーダーいただいたチップを作って放送動画撮るときまでにここに置いてます。はい、こんな感じです。でこの入れ物もダイソーで200円ぐらいで買えるやつです。もう2個重ねてます。で次一番下こっちが最後です。こっちはパーツ類ですね。こういうパーツとか、あ、蓋取れちゃった。よし、これはネイルホイルですね。これはオーロラ系のホイル。でこれもパーツです。シルバーのストーンです。大きさ別に入れています。でこれさっき言ったセリアのなんかピルケースにこんな感じで入れています。こんな感じ。こっちはゴールド系です。でこれはなんかジェルネイルキットに入っていたものなんですけど、これは全然使っていないです。もうずっと置きっぱなしです。なんかちょっとグダグダだけどごめんなさい。こっちはもうストック系です。使っていない系、まあ、このピルケースも空です全部。とかこのチップ、さっきのチップスタンドのここについているものはこれです。これでつけています。とか絵の具とかアクリル絵の具とか、あとさっきのカラーチャートのやつとか、これもカラーチャートのやつで、でこれは100均でこのネイルスタンド使う前に自分でこうやって作ってこれをスタンドにしていました。なんかもう使っていないものたちですね、こっちは。はい、ちょっと戻します。こっち行きます。よいしょ。なんか大丈夫かな、こんな感じで。ちょっと難しくて。こっちは包装類ですね。こういう袋とか両面テープとかスタンプとか、あとこれもたまにネイル のデザインで使います。でネイルホイルですね。マスキングテープとかこういうワイヤー系とか入れています。でこれはネイルチップのなんていうの、台紙です。こんな感じで。でこれはオーダーして作っています。名刺屋さんで作っています。で最後こちらです。これはもうチップ系です。これはダイソーさんで売っているチップ。これも全部ダイソーで、こっちはミニミニのちびつめさん用のチップが置いてあります。でこれはもう入りきらなかった大きいチップたちです。はい。で一応普段はこの出ちゃった、アリエクスプレスさんで購入したこのサイズのチップか、このロングかミニミニか、さっきのスクエア、こっちにあったスクエアでお客様に選んでいただいてチップを作成しています。はい、ちょっと待って、閉まらなくなっちゃった。こんな感じで収納しているところはこんな感じでまとめています。はい、ネイルチップ作成だけなので全然パーツとか少ないんですけど、もうこんだけあれば十分です。全然できます。ぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。